教祖様、たった今午前の修行が終わりました。そうか、みんな第一サラマまで達したか。はい、みんな心が安らかになったと申しております。それはよかった。この伊豆原理教は信者数を100人を超える組織となった。だがまだ足りない。はい、引き続き勧誘活動を行ってまいります。ところで見つかったか。いえ、まだ見つかっておりません。何度聞いている。教祖様の夫人になりたい者はいるかと聞いています。で、何と言っている。そこだけは分けて考えたいと言っています。女性信者全員がか。40名全員がです。そうか、みんな。教祖様は男性的魅力に乏しいと言っております。じゃあずっと独身じゃん。はい、この教団設立するときに掲げた最低目標、はい、第三夫人、ええ、もう数え切れないぐらい子供作りたいの。はい、第一もいけてないじゃない。いや、でもあの理想とは違うじゃないですか。宗教だぞ。はい、でも宗教ですけど、その理想と現実は別じゃないですか。お前、これは宗教だから理想を追い求めないと。第三夫人、子供バンバン作る。いや、でもそれは把握できないくらい。でもそれはセックスの理想じゃないですか。何が違うの。いやね、もうあの声かけたらいいんじゃないですか。お前いや、もうめんどくさいですよ。めんどくさいって言ったら、お前めんどくさいって。いや、だってそんなにやりたいんだったら声かけた方がいいと思いますよ。いや、声かけるって言えば。え、童貞。はぁ、あ、いや、童貞なのかなと思って。童貞じゃねえお前。いや、童貞じゃん、その反応。教祖に向かってもなんてこと言うんだお前。みんな思ってるから。みんな、あ、この人モテてこなかった人生なんだろうなってみんな思ってますよ。はぁ、あ、なんだそれ。いや、ちょっと、あ、痛い。すぐ行けるんだよお前。本当にこれもマジで痛いですからね。そうやろ。めちゃくちゃ才能あるんですよ。宗教の才能すごいんだよ。すごいあるんですよ。ただモテない。なんで比例しない。だからもう声かけないと。声かけた方が早いですって。待てなんすか、なんすか。お前ヒラだぞ。ヒラでもこういう意見を言うやつが近くにいる。失礼いたします。教祖様、本日の修行が終わりましたのでご報告に来ました。また本日の修行で体が疲れ切ってしまいまして、部屋で一眠りしてもよろしいでしょうか。よいぞ。でははい。なんでもない。はい。今行けたでしょ。何かしら誘えましたって今。いや、別にそんなつもりなかったっていうか。マジでダサいっすよ。はあ、マジでダサいっすよ今。何がダサい。待てって言っといて何でもないってマジで何なんすか。いや、別にそんなつもりがなかったっていうか。童貞丸出し。おい、マジで童貞丸出し。お前ふざけんなよお前。じゃあもう一回呼ぶんで。呼ぶ。その時誘ってください、うん、僕アシストしますんで。あの、もう声かけるだけ声かけて。分かりやすくやってくれよ。はい、分かりました。かよさん。はい。ごめんね、何度も。ありましたか。いや、あのさ、最近思ったんだけどさ、母さん綺麗になったよね。え、最近なんかすごいなんか色気が出てきたというか。あ、本当ですか。ひょっとしてだけど彼氏できた。あ、
全然いなくて。いないんだ。本当に最近本当に全然最近やってない。やってないすいません、ごめんなさい、すいません。そういうのないんですよ、本当恥ずかしいんですけれども。嘘でしょ、本当に。じゃあ結構寂しい夜もあるみたいな感じかな。まあ教祖様の前で、そんなことは言えないんですけど。正直さ、修行終わった後とかさ、体とかほてってこない？あ、それあります。ありますよね。ありますよね。ちょっとなんか、はい、はい。うわ、そうですよね。なんかこう、でも教祖様のおかげっていうか。確かに。教祖様の教えにね。今も結構、今もなんだ。エッチ。本当におかげだと思います。そうなんだ。今も教祖様もなんか、はい。言いたいことあるんだ。ねえ、教祖様。何か。修行に励め。わかりました。マジでヘタレじゃん。いやむずい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 。やっぱマジでヘタレすぎる。童貞競争。童貞競争史上初。サプライズじゃないぞお前。童貞競争。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。痛い、本当に痛い、本当に才能だけ。